野球ファンを熱狂させた2002年の読売ジャイアンツ。原辰徳監督の就任1年目にしてチームは驚異的な躍進を遂げた。開幕から阪神タイガースとの激しい首位争いを展開したが、6月以降は他チームを大きく引き離す独走体制に。防御率がリーグ1位に飛躍的に改善したことがチーム躍進の大きな要因となった。セリーグを制覇した巨人は日本シリーズでも圧倒的な強さを見せつけた。西武ライオンズを相手に4連勝のストレート勝ちを収め、見事2年ぶり20度目の日本一に輝いた。この年は記録尽くしの1年でもあった。5月には武田和弘投手が史上3人目の全球団勝利を達成。一方で8月には中日ドラゴンズの川上憲伸投手に21世紀初のノーヒットノーランを許す屈辱も味わった。しかし、この輝かしいシーズンの陰でチームに大きな変化が訪れようとしていた。シーズン終了後、チームの看板選手である松井秀喜がメジャーリーグ挑戦を表明。結果、ニューヨークヤンキースへの移籍が決まり、巨人軍は新たな時代への一歩を踏み出すこととなった。